はい、ってことで皆さんどうもこんにちは、マロです。ということで今回なんですけども、どうしようかな、せっかくだから実写一瞬だけ とんでもない顔が映ったんだけど、はい、ということで今回なんですけども、今回ですね、なんかね、新しいガチャがなんか来てるらしくて、ちょっとまあそちらを見ていきたいんですけど、なんか俺正直欲しいかって言われたら別に俺賞味なんかいいかなぐらいだったんすよ。けどなんかあまりにも配信してる時にコメントでみんながこのガチャめっちゃ出るよみたいな、無料でなんか金枠出たよみたいな、1万円で車と金なんか銃付け出たよみたいな感じのこと言うから、そんなわけないと、そんなことがあるわけないということで、今回ねちょっとこちらのガチャを引いて実際に出るのか出ないのかを俺がちょっと検証していきたいと思います。まあどうせ出ないと思うんですけど、あーチュンカ、チュンカの番号を見せてほしい。しゃーないな、久しぶりにグリーンバックも用意してたんで、ちょっとじゃあみんな久しぶりなんかチュンカ見たいっていう人もいるらしいんで、じゃあチュンカ見せます。こちらです。3万円分入ってます。欲しい人早くこれやって、やったもう入れてまーす。はよ引けや。いや、すいません、じゃあちょっとね引かせていただきます。とりあえず無料から引いてくるか、無料でも結構出るっていう人たち結構多かったんで、無料がどんくらい出るのか。はい、これもさ確定数が正直わかんないんだよな。あー、なるほどね、上から落ちてきてそれで止まったところにって感じなんだ。じゃあこれ10連だとどうなるんだろうね。これさ、もしかして、あ、うわー、これ優しい、このガチャ、え、このガチャバリ優しいじゃん。これでガチで出るんだったらマジで優しい気がする。だって600円で引けるんでしょ。はい、あ、すごい、あ、そういう感じ。え、金、これで、え、これ初手金とかさすがにないよね。ほんまにないやん。オレンジアイテムを保管ボックスに入れました。なんだこれ、どういうこと。あー、だからオレンジ今まで出してもクソしょうもなかったじゃん。なんかオレンジのチケットがひたすら溜まるみたいな。まあでも重チケだったら結構ありだったんですけどね、し、あの進化させるために必要なんで。けどそれが今まで無意味だったものが保管ボックスに溜まって、なおかつその保管ボックスに溜まれば溜まるほどここのスキンと交換できますよってことなんだね。え、結構普通にいいじゃん、天井もあるしって考えたら。じゃちょっと一旦100個分買うか。さあこれ確定数はあるのかな、果たして。え、あ、ほんとだ、やば、え、出たんだけど。え、20連でもう出たんだけど。あ、 M27 だ、ごめん嘘ついた。早っ、マジか。右上の押してみて、これかな。あ、すごい、あ、これで安く買えるんだ。なるほどね、ここでも安く買えるってことね。じゃあこれ一回こっちも買うわ、どうせだったら、どうせ引くから。20連で出たのマジ熱いな、一旦。ほな、じゃあ行きますよ、皆さん。じゃあ行きます。行きます。ガチ？オーマイガー。あー、まあさすがにね。あー、まあ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 。でも20連に1回、金出るぐらいの確率だったら、マジでありがたい。あー、どう？あー、渋いんちゃう？あー。いや、でも実際どうなんだろうな。これで出ないと正直別に、なんか別に普通のガチャ感しかしないけどな。あー、でも電話、え？おい！騙したな？本当に出る？40連引いて1回しか出てないんだけど。シャバくない？ 40 連で1個はシャバくない？ちょっと普通じゃない？どう？え？渋くない？おい、全然出ないんだけど。嘘でしょ？あ、スキップの方がよく出る？じゃあもうちょっとスキップ信じるわ。おい。嘘つきがおる。嘘つきがおる。俺に嘘をついたバカ者がおる。左から2番目の歯で出る人が本当に多いの。ガチ言ってる。じゃあ分かった。左から2番目のやつを押すわ。ガチ、引き運悪すぎね？そしたら、これだよね。左から2番目これ。でもさすがに出ると思う。あ、確定数入ってるこれ。おっさいのこれ絶対来るやろ。ほら、来た。なんだこれ。なんやこれ。はぁ、アンノンみたいな形しようよ、これ。まあ、ちなみに、まあ今のところ悪いけど、まあでもコスパ的には結構いいんで、普通に1200、いつも1200で引いてるから、金券、1200でね。600で引いてるから、コスパはいいんすけど、これでマジで結構出るんだったら、まあライブ、
まあライブ配信か動画でちょっと10万円分ぐらい引いて金地系貯めようかなと思います。ちょっと高評価とかもね、ちょっと2000ぐらいいったら、これ多分動画になると思うんで、動画で、ね、2000とかいってたらちょっと考えます。1万でコンプしたマジで言ってる俺、このままだと結構やばいんやけど。でも確かに左、あっこれめっちゃ遅い、左いるやつこれめっちゃ遅い、これ絶対金や、金ほら、あなんか金いってるやん、あ1個金いってた、よかった。なんかよくわかんねえ、なんか紋章みたいなやつ変わったと思ったらちゃんと金いってたわ。あいい感じいい感じいい感じ、右から2番目も結構出る、ほんとに。じゃちょっと右から2番目次いってみますね。じゃああハチ君何して、ああお、お前お前おい、あーびっくりした、おー金出てる金、こいつ危ない、 iTunes の付箋みたいなところを噛もうとしてる。皆様ハチ君お見知りおきを、ハチ君挨拶は、はい、不適されてます。じゃあ次いきますか。じゃあ左と右をひたすら引いとけばいいんじゃない。左と右引いときは絶対出る、あこれは、いやもうしょうもなそのなんかじらすのやめてほしいな。左に10連頼む、右から2番目、頼む、あーしゃばすぎるガチで。まあまあまあオレンジがだいぶ増えたから、この保管ボックスにちょんちょんって入るって感じだな。え、なんか渋くね。あーいやでもそっちじゃないんだよな、本当にいいこれ。まあでも、まあでも悪くないか。でも確かに1万円で金が3個出てんだったら、でもいつもと変わらんぐらいやな、賞味。この感じだとでもいつもと変わらんけどな。いや、渋いけどな。え、俺が引き運悪いだけ？ガチで。もう金出ないと正直やばいよ。金出た。で、これで金チケが1個貯まる。これは嬉しいね、普通に。いや、でも金チケがいくら貯まれば、早い早い。あるぞ、これ。もう、フェイント？フェイントがない。マジで出る？え、どうなんだろう？今、換算すると、でもこれあるよ、こいつあるよ、こいつ、おぉめっちゃ遅いやつ一人いたから、そいつ、ワンチャン車行くかなと思ったら、このオレンジチップになるのが一番渋いんだけど。マジで出る？これ。え、本当に出ないんだけど。え、渋くね？スキップするか。でも出るわ。でもどうだ？ちょ、もう一回スキップでいこう。いや、まあいいや。スキップ意外と出るな。いや、でも、でも、いや、スキップ説あるか、これ。何が一番いいんだ？まあ、変わんねえんだけどな。めっちゃもらえる。よし、無料で弾ける。やった！無料で弾けるよ！たくさん。40連無料で弾ける。いけ！まあ、服はいらないんだよな。いや、渋い。やばい。もう服いらない！服いら、無料だと、じゃんじゃん引いて、もう40両終わっちゃったんだけど。スキップ。どう？みんな金枠どう？俺のやつ見てさ、当たってる？当たってない？どっち？マジ運悪い。完全敗北。ゴミなんだ。相当悪い。渋いゴミ。お前ら好きかって言いすぎじゃね？ゴミまで言われてんだけど。いや、スキップで引こう。いやー、スキップでもしょうもないかー。まあ、これ一回もらおうか。これもらおう。3万円で世代1個って考えたら、割といいのか？天井だしさ。なんか全体的に見たらいいのかもしれない。まあ、普段よりは優しいけど、ただ俺が多分引けてないだけ、これガチで。来るよ来るよこれ、なおい、ガチ渋いって思わない。マジで思わない、このガチャ。単発行くわ。いや、早っ。なんかちょっともうちょっとなんか、単発なんか揺さぶって面白みがあんのかなと思ったら、スーン落ちてた。左、一番左だな。いや、あえて、右利きだから一番右行くか。じゃあ右行こう。頼む！あるよ！この遅さある！マジである！オレンジチップ意味がわからん。意味がわからん。はい、ゴルピ。ゴルピがね。ゴルピがね。マジでいらねえ。まあ、スキップでいっか、最後30連。いこう。頼む！はぁ？もう言葉が出ない。
え、俺この1万円分何も何も出なかったことない？この1万円分、え、俺の運が悪いだけなの？絶対出ないよこれ。ちょっとみんなコメントで教えてよ。マジで出る？本当に出る？出た人マジコメントで教えて。俺の運が悪かっただけ、本当に俺の運が悪かっただけか。反省します、すいません。日頃の行いよくします。ゴミが落ちてたらゴミを拾います。電車でも目の前におばあちゃんがいたらおばあちゃんに席を譲ります。はい、日頃の行いよくします。ありがとうございました。